より小さいスノーマン目黒蓮、子役の内緒話に優しい笑顔、キュンキュンしたので内容は内緒、敏感肌ケアの CM に起用。撮影後に目黒さんは、とんでもない内容のお話を奈々子ちゃんから聞かせてもらいました、笑い、と明かし、今日初めて会ったばかりなのに、そんなことまで教えてくれるの、という奈々子ちゃんの優しさを感じたという。内容については、キュンキュンした話だったので、内容は内緒です、と、口を固く閉ざした。CM では、七瀬ルト君とも共演。撮影の合間には、二人が通う小学校や幼稚園の話をしたり、じゃんけんをしたり、笑顔が絶えなかったという。目黒さんは、二人が元気いっぱいで、さっきまでここにいたのに、気づいたらあっちにいる。そんな感じだったので、僕も二人から元気をもらいました。すごく楽しかったです、と声を弾ませて振り返った。